剣列行くぜ。チェンソーステップ、武装者が前に向かえればレイソーゴーオープン。僕の存在自体が、テコ入れだから。テコ入れ？激レンジャーに対する。あ、そうなの？マンペイたちで下がった視聴率を盛り上げるために、そうなの？これ大丈夫？でも、全然人気なかったよね。歴代史上一番人気ないんじゃないですか。最大王もさ、お前しか乗れない、伊藤ちゃんしか乗れない。伊藤和さん乗ってなかった？余裕で乗ってた。なんでなの？人気はないからね。そういうことじゃないと思う。赤、黄色、うん、たちに助けられる。青って言えよ。青って言えよ。青いないの。なんで俺だけいないの。ジャージで来るって。お前が買ったやつなんだよ。いやもう、あんの、あのね、可愛い方が新平で、やらしい方がマンペイ。ほら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 、これがやつおかしいだろ。いやでもね、マンペイが辞めた時びっくりした。もったいないってマジ思った。なんかこの双子のイケメンが辞めるってめちゃめちゃもったいないと思ったよ、本当に。俺もびっくりした。でも決めてたんだよね、自分の中で。何歳までって、何歳までっていうか、まあ自分に限界を感じたのと、楽しくなくなった、マジか。俺はね、俺だって将来を描いた時に、自分の違う人生を考えた方がワクワクしちゃった。まあそういうことね。うん、ってことはもう向いてないじゃん。そんな甘い世界じゃないし、確かにね。うん、なんかまた違う自分がいるなっていうのにもうずっと思っちゃってたの。悩んだ時期もあったけど、うん、それすらもうなんか向いてないのよ、ね、っていう。もうかなり落ちた。だから下も、自分としては。だから本当に契約残ってる仕事があったけど、辞めようとしたこともあったし。オーラン効果あたりはもう辞めると思うんですよ。あ、本当。で、最後の浮気しようと思って、もう本当自分の力で仕事取ろうと思ったの、うん、それはもうあのマネージャーがどうこうとかじゃなくて、自分ができることを最後でやりきってやめたかったから、全部のプロデューサーに俺連絡して出して。ああ、そう。俺がダメだったらもう二度と使わなくていいっていう連絡をしたの、うんうん、本当最後に感じたのは、自分の言葉でやっぱりマネージャーさん頼りっていうのがもう甘えなんだけど、今も、うんうん、仕事なかったらマネージャーが取ってこないとかさ、うん、言ってたし、はい、いや、そんなのね、分かる分かる分かる。そんなのね、自分次第の。自分で動いた瞬間に、自分の言葉でその人に会いに行って、うん、時間作ってもらって会いに行って仕事ください。みんな動いてくれたの、マンペいいよ、まあね、だからその時になんかもう残しとけばもっと変わったのかなとか。でも最後の後悔に残したくなくて、最後やりきった。それでもやめて、すっぱりやめた。なんか今の俺にすごい刺さるとか。うん、我々からしたら、この今までの全てからまた全然違う道に行くっていう勇気がすごいなって。逆にだって普通に働こうと思っても働けない。最初はね、なんかね、やべえと思って。いや、そうだよね。でも10年違う、社会は、うん、これはマジで、うん、だって20代前半の頃同じ仕事してるし、うん、俺より仕事できるし、いろいろ知ってるし、俺知らないじゃん、芸能界のことしか分かんなかった。確かに。でも芸能やっててやっぱ覚えてもらえるし、うんうん、知って見たことあるって言ってもらえて、すごいこう馴染むことができるっていうのはすごい得だなと思って。きっかけは新兵だったの、俳優になろうって言われて、うんうんうん、3ヶ月って決めて上京したの。でそれで事務所期短いね。すごいよ、めっちゃすごいな。そしたら3ヶ月前にもうスターダスト決まって CM 決まってみたいな。いや、すごいな。契約書書かせてもらった。すごいな。東京行けるみたいな勘違いしたんですよ、うん、もう1年間仕事ないわけ、もう毎日30日バイトしてて、マジで新平が手に入れるから、そうだよね。特に新平はもう人気あってさ、うん、俺毎日バイトしてて、新平はファンレターになってさ、うわ、で日本生命館だって言ったら、新平くんって言われて、あ、僕マンペイなんですよって言ったら一緒どうですか、マジスタコなんですかって、それすらも知られてない。知られてない。でそしたら、あのテニスの最終まで行ったと、うんうんうん、最初まで行ったの？行ったの。すごいじゃん。じゃあ新京もなんか行かるなみたいな、うん、したらなんか落とされた。マジ？渋谷のあの駅前で俺膝ついて泣いたの、崩れ落ちて。マジ？悔しくて、もう終わった俺の俳優人生と思ったら、その時に電話でマネージャーから、なんて実は戦隊ものの最初オーディション残ってる、言われたの。その悔しさ全部持ってけって言って、うんうん、その瞬間にもう
切り替わって、うん、その日からもう走って、うん、止まる練習とか新平も練習付き合ってくれて、うん、でバッて赤い服着て赤い服着てゲットです。そんな新平は、うん、リテレンジャーの追加選手オーディション受けてるから。マジ、うん、あれでもさ、一回鏡のさ、シーンで、そうそうそう、ちょっと言ってくれたのね。そうそうそう。だよね。うん、追加選手受けたってことは、もしかしたら。ライバル。うわっ、だから、あったよね、マジで。だって、本当言われたもん。新平通るの、うん。多分、ゴーとレツが兄弟だから、ゴーの方だったんじゃないかな。そういうことで、ね、受かるとしたら。そういうことか。はい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 、はい。そこで出るの面白いんじゃないみたいなのもあった話もあって。いやでもすごい、それだったらね、すごかったけど、でもやっぱ俺はもう兄さんでよかったと思う。そうね、兄さん以外無理よ。確かに、だってね、あのキャラは多分違うよね、ちょっとね。先輩が巻いて、あれ、うるせえよ、なるよ。しかもあいつ弟だしな。弟だし、なんかもう。そうだね。これね、多分こいつまだ世間に言ってないんだけど、うん、あの手伝いしてくれてる哲平、うん、さっきまで言った映画を撮ってんの、うん、映画、うん、映画監督やってんの今。脚本も全部、演出も全部やってる。それに、マンピョこの前ちょろっと出たの。マジ、もう役者戻ってるやん、そしたら戻ってる、戻ってるやん。あの、ウドのっていう野菜、わかるよ。ウドがテーマの映画で、どういう映画、全体の話ははしょるけど、うん、マンペが出てくるシーンは、うん、ウドの CM が劇中で流れるっていうところで、うん、ウドのお兄さん役で出てる。意味がわかんない、全然わかんないんだけど。立川名物のウドいや、わからんわからん、全然大好きな後輩のてっぺいが、うん、マンペを映画に出すっていうんで僕見に行ったんですよ、現場、うん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 、で、あいつどんな久しぶりの芝居どんなんするんやろなと思ってバーンってたら、うん、なんか青いズボンに白い T シャツに青いスカーフでウドを片手に持ってハイソックスでなんか踊ってて帰ろうかな。劇レンジャーってさ、割とさ、なんかテクニック系だったりとかさ、うん、いっぱいそういうのあるじゃん。まあ、スメアクション多かったよね。でしょ。そうだな、まあ、これちょっといろんなとこで言っちゃってるけど、スカイシアターで、うん、やられるじゃないですか、必ず、うん、やられてからみんなの声援を受け取って、うん、パワーアップして変身みたいな、はい、その時に、まあ、やられる時にスカイシアターの一番前の面のとこに降りる階段、うん、5段ぐらいかな、うん、そのとこで僕とバイオレットがそこでやられる、はいはいはい、で階段でパッて倒れる、うん、その時にちょっと勢い良すぎて3段ぐらいをこうバババっていくところを全部行っちゃったの。うわ、ズル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 、やばいね。で、あの階段って滑り止めで紙やすりみたいな、うん、ああ、肩気やすいわ、うんのに、すべてのスネ毛を持ってくれて、うわーみたいな、本当にやられてる感じの、うわーってなってる時に、パッて隣見たら、リキ君が、あの人、俺の不幸が大好きなの。俺が痛がってる様を見て、めちゃくちゃ小刻みに震えが笑ってて、お客さんから見たら、リキ君も結構苦しんでるみたいな。っていう思い出は。やばいね、それ面白いね。前回じゃあさ、スカイシアターで、大体なんか、あの、始まってさ、うん、飛び降り、うんうん、最上段、うんうんうん、できる、うん、やるかやんないかってやってたよ。自分でやりたいやつだってはいって言って、じゃあやってみろみたいな、うんうん、また始まるじゃん。え、そうだった。俺なんかレッドが飛ぶの毎年恒例と言われて、激レンジャーに関しては違ったよね。まずは飛びたいやつみたいな、まず飛びたいやつ手あげろみたいな。本当、うん、俺どちらかというと飛びたくなかったけど、まあまあ怖いじゃん。あれ怖いでしょ。激レンジャーはもう挙手制で、マジやってみてって言ってみんなも、まあ、ズッキだ、うん、俺、はぁ、うん、兄さん、はぁ、うん、俺と降りようとしたら、お前もやめろはぁってことだ。いや、降りろやめとけ、うん、こいつだけ飛んでない。なんでなんで。多分、あんま運動得意じゃないのよ。あ、そうなの、うん、運動得意じゃないのが、多分漏れ出てて、こいつを飛ばしたらえらいことになると思ったんだろうね。あー、なるほどね。やばなーっつって、飛ばしてもらえない。お前は飛ぶなー。千秋楽だけ飛んでる。大千秋楽だけ、うん、じゃあスペシャルで飛べる。大千秋楽の飛び降り方はマジでかっこよかった。何、ちょっとやってみて。どんな感じ。俺真似していい。やってみて。普通さ、うん、はっ、うん、はいはいはい、かっこいい、かっこいいな、こいつは、うん、かっこいい。手で回っ飛んで降りるんじゃなくて、ちょっとこっから滑り落ちる感じで、あっさ手回したね。はいはい、どうぞ。大千秋楽、うん、こいつ調子乗って水拳やりますっつって、うん、最上段で水拳やって、
なんか足、千鳥足で本当に踏み外して落ちました。ちょっと待って、俺それ見たぞ。それで、出てくるの遅かったんだよ、マンペ。そう、見てたのあれ。見てた。あれやばかったよ。やばいでしょ。で、その時に、あの敵の名前なんだ、教師みたいな。リンシーがこうやって、こうやって場を繋いでた。そう、踊って。そう、踊って。繋いでくれるんだよ。あれ見てたよ、俺。大丈夫でしょ。俺、見てた。俺なんか、ブルー死んだと思った。いや、マジで、全員思ったらしい。いや、っていうか、いた、その現場にいたわ。いたんだ。見てたんだ。リンシーがすっごかった。本当にリンシーがあの場を繋いだ、あの時のリンシーのグッジョブ感やばかった、マジで。すごいね。もう拍手起きてたの、マジで。で、出てきた時も拍手起きたよ。でもその前にリンシーが繋いだことに対してみんながすごいってなってた。手つこうと思ったらなくて、うわーやば、そのまま頭を押して。よく知らなかったね、マジで。みんな飛び降りにさ、マットめがけて、ちゃんと飛ぶっていう決意を持って飛ぶじゃん。そうそう。安全性を保って。こいつに関しては、事故だから。そうだよ、あれ、回転してたじゃん。ビリッと。あの、資料用 DVD を後から見たの。マンペイが押したとこ見ようと思って。したら、ひっくり返ったカメみたいになって、ヒューンって押してって。確実にどっか撃つじゃんって思ったんだけど、大丈夫だったよね。よかったね、本当に。で、俺、ちょっとバンバン倒して。次が俺の番だったの。別が倒して、ケン、あとは頼んだぜみたいな感じで、はっつって飛んでくの。で、水拳やるって聞いてたんだ。で、じゃあ水拳だ、シャシャシャって見えないわけよ。で、俺はあの扉の後ろで待ってて、音だけ聞いて、なんか盛り上がってるなって。そしたらこいつが落ちた時に、多分本当の悲鳴が上がったんだよ。イエーイ！上がった気がする。それ聞いて、めちゃくちゃ盛り上がってるじゃん。やばい、うなじゃちゃう。で、結構長いなと思って。なんかいつもと違うな。で、僕がいた場所は裏も見えてないから、なんか真ん中ら辺だったから、そっちが駆け上がってるとことかも知らないわけ。全然投げないですね。マジずっと水拳やってた。すげえ水拳やってた。超長い水拳だと思ってたんだ。で、やっとまた声が聞こえて、はぁーみたいな感じで、ケン頼んだぜ、扉バーって開いて、で、知らないから、水拳が盛り上がったってことだけ思ってるから、バッキリて、レッツ水拳かっこよかったなって言ったんだけど。俺それ覚えてないわ。客からしたら、こいつ何言ってんの。確かに。確かにめっちゃ怒られたよね。怒られたよ、怒られるよ。怒られた話なんかもっとあるでしょ。ブルーとイエローがなんかキャッキャキャッキャ言いながら交換したらしいんですよ。うわ入んないみたいな、プチプチだみたいな。そしたら衣装さんにガチギレされた。ガチギレされた。やばいよね。何なんだこれ。いやもうそう、自分の衣装をちゃんと大事にしろってことだよね。そうだよね。一種類にダメな衣装。怒られた話で言ったら、まあ、京都に行って、多分何人かそれぞれ寝坊しちゃったの、で、寝坊した時に僕だけむちゃくちゃ怒られたの。なんでその前の日になんか宴会みたいな、ようこそみたいな、ね、頑張ってねみたいな感じ で、でそんな感じで、まあ、それもあって寝坊してしまったの。ああなるほどね。6時にバッて来て、でも前の日にみんなで約束したの、扉をあの半ドアにしとくから、それぞれ起こそうみたいな、誰も俺のことだけ起こしてくれない。で、6時になんか満平から電話かかってきて、どこにいるの、今来たみたいな、ごめんみたいな、ロビーだよみんなみたいな、すぐ行くわーって。で、まあちょっとまあそんな大事だと思ってるのか、まだ。で、すいませんみたいな感じで言ったら、浅野さんがすっげー顔で、なんか小学生じゃねえんだからさ、怖っってなって、なってる僕を見ながら他の色のみんなはスタスタ行っちゃう。怖っ。でみんなタクシー乗ってっちゃって、僕だけプロデューサー2人に挟まれたタクシーで現場に移動する。嫌だー。いやでもさ、なんかまあ割とこうやってさ、劇レンジャーとさ、サンゴーンジャー、まあやってから、まあ、14年、もう15年、僕らは15年経つわけじゃん、で、それぞれさ、やっぱりさ、なんか新たな道に進んでる部分もあったりとかしてさ、特に万平なんて、これからさ、多分芸能っていうよりかは、どっちの方向進んでいくの？僕今、沖縄に移住をしてて、そっちの方に自分がこう、まあ、夢があって、お店を出してっていう夢があって、それを、まあ、来年に、まあ、オープン目指して、今。やってすごいよね。だってあの時のマンペイから考えたらさ、なんかね、そんな今そういう新しい事業に乗り出すって、なんかでも割と俺たちの年齢って多分そうなのかもね。なんか割とさ、辞めていく
続けていくの狭間。そうだね。ね。そうちゃんも今年から新しくさ、うん、そのデビュー、お絵描き、その絵本のそのイラストやったりとかさ、うん、新しいことに挑戦したりとかしてる。そうなんです。まあ年男なんですよ。36でね。うん、36の年男だから、もういろんな挑戦をしていきたいっていうので、うん、まあ、その一つが絵の道っていう。父ちゃんさ、今年のなんか目標っていうか、なんか、なんだっけ、なんかいい方法がね、挑戦、発信、何やったっけ忘れちゃったよ。参ったぜ、じゃねえ。参ったぜ、じゃないの。すごいいい言葉だと思う、なんか言ってたの。そう、あの、僕の YouTube の第1回で言ってるんで、うん、第1回見てください。はい、そうです。なるほどね。そう、いろんなことに挑戦して、いろいろ発信していって、まあ、みんなとつながっていきたいなっていうのが今年の目標です。うん、そうですよね。まあ、割とそうやってみればみんな今年挑戦なんで、そうだね。だから、まあ、こうやって挑戦してるこの3人組をですね、はい、これからもぜひ皆さん、はい、応援の方よろしくお願いします。ソータロの方のチャンネルでですね、やるので、はい、ぜひソータロの方のチャンネルも見てください。よろしくお願いします。はい、ということでですね、今回フライライストリー皆さんね、本当にありがとうございました。ありがとうございます。ということで、それじゃあまたねー。バイバーイ。ダッシュゴということで、お送りしたのはマッハ全開ゴーレット。マッハで行くぜ。またなー。チャンネル登録、そして高評価の方よろしくお願いします。